皆さん、こんばんは。はーい、始まりましたよ。ウキウキハッピーなチャンミオ TV。今日はちょっとお仕事のため、配信が遅くなってしまいました。申し訳ありませんでした。まあでも元気いっぱいね、今日もお送りしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。なんですけれどもね、今日はちょっとだけ時間が遅くなってしまったのもありまして、ショートバージョンでお送りしてまいりたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。ではではね、まあサクサク進めていきたいと思います。では始めましょう。今日は4月の15日、月曜日の第218回目のチャンミオ TV です。メイン司会のチャンミオです。牛久市キラキラプロジェクトを推進中の奥のガマガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時のこの時間に市民発メディアチャンミオ TV をどうぞよろしくお願いいたします。そして私チャンミオは、11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのを勝手に応援しております。育ててくれた地元というのは家族のようにあったかい存在ですよね。はい、ということで地域と家族の絆について考えていきましょうという、そんなねほっこりあったかい家族の日、皆さんもぜひチェックしてみてください。今年はね11月の17日が第3日曜日の家族の日ですからね、皆さんもチェックしてみてください。ちなみに私ちゃんみおはその11月のね17日の家族の日にウキウキハッピーなイベントができたらいいなぁなんていうふうに考えております。そして暖かい冬の始まりの日になってほしいなぁという思いがすごくあるので、なんかその広い意味での家族のね地域の皆さんと一緒にお鍋を食べる、そんなほっこりイベントにしたいなぁなぁと思っておりますのでね、ご協力いただける方、賛同していただける方、ぜひぜひ一緒によろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね始まりましたけれども、おかよさんおかえりなさい、コメントありがとうございます。ミニちゃんみよ、この時間に見ると不思議な感じだな。あ、ミニちゃんみよがですね、そうですね、今日も一人ではお届けせずミニちゃんみよがいるのですが、さっきミニちゃんみよどこに置いたかな。ミニちゃんみよさんいた。そうなんですよ、ミニちゃんみよはこちらですね。チャカチャカチャカ。じゃんじゃーん。一人で進めるのもあれですからね。ミニちゃんみよと一緒にこう進めていきたいと思いますけれどもね。まあ、そんなちゃんみよ TV では、現在スポンサーとしてちゃんみよ TV をですね、支援してくださる企業の方を大募集中でございます。もしもね、いいよーというふうに言ってくださる親切なね、スポンサーの方いらっしゃいましたら、ちゃんみよのね、メールアドレス新しく取得しました。ちゃんみよ、@ちゃんみよ.tv までですね、ぜひぜひコメントというかメールいただけるとね、嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちなみにですね、ちゃんみよの綴りは CHANMIYO が私、ちゃんみよのね、ちゃんみよ、CHANMIYO、@chanmiyo.tv がですね、メールアドレスですのでね、よろしくお願いいたします。はい。そんなこんなでですね、スポンサーの企業さん大募集中でございます。そして、ですね、ツイッターであれば、@ちゃんみよ chanmiyo が私、ちゃんみよのツイッターのアカウントとなっておりますのでね、そちらもぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、まだまだ募集するものはございます。チャンミオ TV ではですね、皆様からのウキウキハッピーなコメントもお待ちしております。ウキウキハッピーなコメントはね、どういう風にやるのかと言いますと、じゃじゃん。はい、じゃあチャンミオちゃんもね、ちゃんとこれをね、皆さんに教えましょうね。はい、パソコンを開いてチャンミオ TV も見ていただいていると思います。ユーストリームで見ていただいていると思います。ユーストリームでね。そうすると、こちら側に、はい、ソーシャルストリームというのがございます。ソーシャルストリームというところをですね、開いていただくと、Twitter か、Mixi か、Facebook でログインすると、
ユーストリームか、フェイスブックか、ツイッターか、フェイスブックでログインすると、こちらに文字が入力できるようになります。文字が入力できるようになりますので、こちらにね、ウキウキハッピーなコメントを入力していただいて、送るというボタンを押すと、こちらね、本日は、サテライトスタジオからお送りしているんですけども、サテライトスタジオから皆様のコメントがですね、リアルタイムで更新されますので、ぜひぜひ生でこのチャンネル楽しんでいただきたいなと思います。いつもは8時から9時のね、生放送なんですけれども、今日はちょっとだけ遅くなってしまいましたけれども、ぜひぜひ皆さんね、コメントをしてチャンミュー TV 楽しんでください。よろしくお願いします。はーい。まあそんなこんなでですね、始まりましたけれども、お、ダーナさん、こんばんは、おかえりなさーい。そして、カッパの許可証ありがとうございました。しかも2枚もありがとうございました。ありがとう、美味しくです。ちなみにですね、私は、カッパのじゃんじゃがじゃーん、常に肌身離さず持っております。私の定期券があります。定期券と見せかけて、じゃ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 ーん、カッパの捕獲許可証でございます。ありがとうございます。今回はですね、これカッパの捕獲許可証はこんな感じです。前回、去年のと比べるとですね、だいぶなんかキャラクターが変わりましたよね。ほら、こんな、こっちが去年の、これが今年の。なんかちょっと違いません？なんかリアルになりましたよね。はい。という、このカッパのね、捕獲許可証。私は定期券に入れております。そして、まあ、チャンミオグッズの説明をちょっとしますとですね、まあ、私はこんなのを持っています。まあ、つくばのね、つくばなんですけど、つくば環境スタイルサポーターズの会員証を持っていたりとか、まあ、そしてスイカを持っていたりとか、そんなね。そんな、こう、お財布に、お財布というか、定期入れに、旦那さんからの、こうね、許可証がありますので、ありがとうございました。まあ、そんなこんなでですね、始まりました、チャンミュー TV ですけれどもね、皆さんコメントをして、ぜひぜひ最後までチャンミュー TV 楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではではですね、早速、本日の流れをご説明したいと思いますけれども、本日はですね、ちょっと遅くなってしまったのと、ちょっとあれでショートバージョンでニュースだけでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。定期券と見せかけて、あ、そうですよ、私は定期券がないので、これです。定期券と見せかけての許可証です。はい。ではでは早速参りましょうの前に、実はですね、私に兄弟ができまして、もう一人兄弟ができまして。よしよしよし。じゃんじゃがじゃーん。この、長女と、じゃんじゃがじゃーん。はい。二人おりますのでね、こう、ちゃんみよちゃんを、こう、ちゃんみよを並べつつのね、まあ、これはいつもこうやってかけるようなんですけどね。はい。まあ、この、ちゃんみよちゃんと一緒に、ミニチャンミオと一緒にこうね、お送りしたいと思いますけれどもね。まあ、それはいいとして、じゃあ早速、今日の、ね、牛乳から読みましょうかね。では、牛乳でございます。よいしょ。牛乳なので、メガネをかけますよ。メガネ、メガネ、メガネ、メガネ。メガネ、メガネ。よいしょ。それでは早速ね、参りましょうかね。よいしょ。この子たちが、ちゃんとね、ちゃんとチャミオたちがこう、見てないとダメですね。それでは、気を取り直して早速、一つ目の牛乳から参りましょう。4月の15日月曜日、本日もチャンミオ TV 調査班から記事が届いておりますよ。早速、ご紹介していきましょうね。一つ目の記事、こちらは4月14日の常陽新聞さんからの記事です。ちなみに今日はですね、新聞が休刊日なのでね、土日の記事からのご紹介となっております。
では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 。一つ目の記事はね、4月14日、常陽新聞さんからの記事。日立の牛久原点ということでね。あ、これ、かよさん、ちょっと見てるの違うかも。かよさん、昨日の見てるかも。昨日の見てるかも。昨日の見てるかも。かよさん、昨日の見てるかも。昨日、金曜日の見てるかも。金曜日の見てるかも。金曜日の見てるよ、これはきっと。かよさん、生放送はこっちだよ。気づくかな。金曜日の見てるかも。うん、これで大丈夫。それね、更新した方を見ていただきましょう。ではでは早速一つ目の牛乳からいきましょうね。日立の牛久原点ということで記事見ていきましょう。独自の視点と表現ということで、作家仲間10人、日立の牛久原点。はい、では記事見ていきましょう。東京近郊で活動する和光大学出身の作家による第11回日立の牛久原点が21日まで牛久市日立の東のアートスペースの、アルルで開かれているということです。入場は無料です。今回は平面作品が9人、立体作品が1人、そしてね、油絵を中心に、アクリルや墨などで描いた約10、35点を出展しているということです。黄色に淡いブルーや白を組み合わせた、油彩の抽象画。いい気候は、上野すみこさん。軽やかな色色調で春の空気が伝わってくるよっていう感じでね、いろんな方のね、作品が紹介されております。うん、いろんな作品があるんですけども、来場者はね、同じ大学出身でも別々に活動しているので、それぞれの作品には独自性が感じられると。理想的なグループだと思うというふうにね、お客さんが話していたそうでございます。ちなみに時間は午前11時から午後6時まで、最終日は4時までということなので注意してくださいね。ちなみに月曜日は休みでございます。問い合わせにつきましては、アートスペースあるるーさんまでお願いします。電話番号、ファックス一緒です。029-871-7007。029-871-7007まで、ぜひぜひね。問い合わせしてみてください。よろしくお願いいたします。では早速ね、チャンミュー TV 調査班からのコメントを見ていきましょう。以前ね、開催案内の記事をご紹介しましたけれども、また詳しくね、掲載されていましたので取り上げてみましたと。皆さんぜひぜひね、お近くにございますので見に行ってくださいね。よろしくお願いいたします。ちなみにコメント、あ、ダーナさん。バスは先週じゃない?あたり、先週金曜日のペーパークラフトでございます。きっとですね、私が配信ボタンを押す前に、かよさんはチェックしてくださったので、そのままね、ライブのね、先週のがライブという感じで流れているのではないかと思いますけれどもね、ぜひ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 。こちら側に。いや、間違えた。かわいいですね。はい。おはようございますじゃない。お帰りなさいませ。こちらが今日のちゃんみおでございます。そして、ミニちゃんみおの、さらに、ミニちゃんみお。ちゃんみおが、女に、ちゃんみお今3人います。はーい。っていう感じでですね。いい、全然、ごめんねじゃないです。いつもありがとうございます。では、二つ目の記事ご紹介していきましょう。4月の14日、茨城新聞さんのテイストからのご紹介でございます。旬の台所、レンコン屋。ということで、一体どんな記事なんでしょうか?気になりますね。ではでは行きましょう。じゃあ、ちゃんみよちゃん、ちょっと、押さえつつの、ちゃんみよを押さえつつのニュースになりますけれどもね。茨城新聞のね、日曜版のテイスト、もうボリューム351になるそうですよ。
ではでは早速参りましょう。明日の食ということで、旬の台所レンコン屋さんが取り上げられていました。新鮮な食材でオリジナル料理ということで、早速気になる内容見ていきましょう。よいしょよしよいしょよしよいしょ。じゃあ早速見ていく前に、このね、ちゃんみよちゃんの首がまだ座っていないのでね、まだ生まれたてなので、ちょっと首が座っていません。まあ、これなんでいいかな。では読んでいきましょうね。牛久市の中心市街地を南北に走る片側2車線の県道272号線。牛久駅に続く交差点を過ぎて間もなく、旬の台所、レンコン屋は細い道を左折してすぐの場所にあった。想像つきますね、あそこの場所。うん。そして、牛久市神谷一丁目、レンコンのレンは、レンコンのレンとは違ってもね、連なるのレンでございます。レンとなっていると。そして、10メートルほど先にある駐車場に車を止めて、店内に入る。カラカラカラ。はい。そして、右側にカウンター。左側には、足が伸ばせる掘りごたつの席。そして、奥には座敷席が見えると。そうですね。はい。そして、カウンターの中には、代表の佐藤栄治さん。そして、料理を作っている、佐藤栄治さんが料理を作っている最中であったと。はい。そして女性スタッフたちの姿もある。佐藤さんに挨拶すると誠実そうな笑顔が返ってきたと。佐藤さんは地元生まれ、そうです。牛久生まれなんですよ。そして東京の専門学校で学んだ後、ロサンゼルスの串揚げ店に就職。おしゃれですね、マスター。まずはロサンゼルスの串揚げ店に就職します。そして、物を作ることに憧れがありまして、料理の世界に飛び込んだんです、と佐藤さんがおっしゃっていたと。そして、ロサンゼルスにはなんと、4年間いたそうです。そこで、アメリカの飲食店のオープンで自由な気風に触れたと。それはまさにカルチャーショックであり、後の佐藤さんに大きな影響を与えることになったということなんですね。はーい。そして、4年間いたそうなんですけども、その後、帰国後は、宮崎県の割烹や、銀座の割烹などで、本格的な修行に励んだということでございます。ね、この辺の皆さん、知ってましたかね？そんな、海外の、あれだったんですよ、レンコン屋さんは元をたどるとね。で、そして、この子たち、ちょっと首がね、座ってなくて落ち着いてないですけどもね。そして、次の記事いきますね。で、まあ、地元の牛久に戻って独立したのは35歳の時だったということでございます。店の名前は茨城を代表する食材から取ったと。レンコンのね、レンコンは茨城代表しますからね。そして、旬の台所にふさわしく新鮮さにこだわったメニューを揃えたと。お肉は宮崎牛、宮崎赤鶏、そして宮崎の市場から送ってもらうっていうね、凝ったものですよね。そして野菜は農業を営む実家の自家農園で収穫したものや、契約農家さんから取り寄せているということでございます。美味しい野菜いっぱいありますからね。そして、こんな美味しいものを作る農家があるよとお客さんが教えてくれるんです。ありがたいですというふうにね、佐藤さんはお話しされていたという、そんなコメントも残っています。そしてお店と、お客さんの信頼関係が構築されていることが伝わってくるという、そんなレンコン屋さんを表現しておりますね。そして、まだまだ記事は続きますよ。全部読んじゃい。開店から14年、アメリカで学んだ枠。これはね、規制概念と格好で書いてありますけどね。枠を超えたサービスを追い求めてきた佐藤さん。料理は自己満足ではいけない。美味しいことは当たり前。常にサービスの一歩先を模索しなければと思うと。そして今までにないスタイルとオリジナル商品の提供に力を注いでいきたいと。あ、違う。力を注いできた。注いできたんです、佐藤さんは。そして、お！キングだー！キングー！お帰りなさーい！今日はありがとうございます。早速、レンコン屋さんネタですね。すごい美味しかったです。非常に美味しいレンコン屋さんでございます。茨城新聞のテイストさんをですね、牛乳でご紹介しておりますけれどもね。はい。まあ、そして、記事もうちょっと読み進めていきましょう。
そう。で、まあ、今までこうね、オリジナルの料理の提供に力を注いできたんですが、答えはまだ明確でない。でも、お客さんの一言が大きな力になりますというふうにね、お話をしていたということでございます。ランチやディナーとも、品数が豊富で、そうなんですよ。いっぱいメニューがありますからね。そして女性客や会社仲間などを中心にファンが多いと。口コミで広がり、リピート率はなんと 100% だというからね。はい。すごい大人気ですよね。はい。そしてメニューの中には、桃のトマトなるものがあったと。桃のトマトってどっかで聞いたことありますよね。牛久トレンドで確かあったような気がしますけどね。はい。まあ、桃のトマトはね、佐藤さんが考案した桃の味がするトマト。だからまあ、桃じゃなくてトマトなんですよ。桃の味がするトマトで食べた人はみんな驚くと。はい。そんな遊び心もお店の楽しい調味料になっているようだというですね。そんな二つ目の牛乳をご紹介いたしました。はい。ではでは、チャミュー TV 調査班からのコメントも見ていきましょう。ですね、コメントは自分で言えと。はい、わかりました。自分で言いますが、その前に写真出しましょうね。素敵な写真ですよ。写真、ドン。うん。あら。このですね、レンコン屋さんの美味しい料理と、そしてね、マスター、佐藤さんね。はい。そして、あとは女性のスタッフの皆さんがこうやってね、写真並んでおりますけれどもね、皆さん素敵な笑顔されてますよね。はい。今日もレンコン屋さんに行ってきましたけれどもね、いやー、美味しい。ほんとね、お料理も美味しいし、サービスも本当にピカイチだし、もう幸せですよね、レンコン屋さんって。本当にそう思います。ちょくちょく行ってますけれどもね、いつもいつもありがとうございます。レンコン屋さんラブですからね、私ちゃんみおは。ちなみに、まあ、もうね、私の小話というか裏話なんですけれども、私のパソコンにはこうやってですね、じゃんじゃかじゃーん。レンコン屋のシールがこうやって貼ってあるんですけれども、レンコン屋さんのマスターの iPad にもちゃんみお TV のシールが貼ってあるというですね、そんな関係でございますよ。なんせ、マスターはね、私と同じ学校のね、卒業生ですから、先輩なんです。はい。というですね、二つ目の牛乳でございました。私はレンコン屋のレンコンチップも大好きだし、芋まんじゅうも大好きです。おすすめでございますのでね、ランチにはちゃんとついてますのでね、皆さんぜひぜひ、レンコン屋さん行ってみてください。ではでは続いて3つ目の牛乳に参りましょう。3つ目の記事、こちらはですね、4月の14日同様新聞さんからの記事のご紹介です。色とりどりチューリップということで、お隣稲敷市からのニュースでございます。ではでは読んでいきましょう。色とりどりチューリップ、公園内を彩るチューリップの花ということで、稲敷市のね、浮島の話でございます。稲敷和田公園30種、なんと20万本が見頃になっているというですね、そんなニュースでございます。稲敷市浮島の和田公園でチューリップの花が見頃を迎えたと。公園内で栽培される30種類の約20万本が色とりどりに咲き、来園者を楽しませているということです。開花状況は昨年よりも早く、満開を過ぎた種類もあるということです。訪れた人たちは、綺麗だねーとカメラを向けたり、散策したりしていたということです。ちなみにこの和田公園では、21日に恒例の稲敷チューリップ祭りというのが開かれるんだそう。茨城のご当地ヒーロー、茨ライガーや、そして水戸のご当地アイドル、カッコ仮のステージ、そして午後にはなんと、城之内さなえさんや、西方ひろゆきさんらのですね、出演の歌謡ショーが催されるということでね、楽しみですよね。ちなみに地元からは模擬店も出店予定なんだとか、というね、そんな、稲敷市からのニュースでございました。ではではね、こちらもコメント見ていきましょうね。よいしょ、チャンミュー TV 調査班からコメント来てるかな？さっきのは自分で考えて言いなさいっていう指令でしたけれども、その前に、写真がありますので写真をご紹介しよう。じゃん。こちらですね。稲敷の
チューリップたちでございます。色とりどりでね、可愛らしいチューリップいっぱい咲いてますよね。はい、まあそれを見ながらチャンミュー TV 調査班のコメント見ていきたいと思いますけれども、こちらはですね、新聞記事の写真ではなくオリジナルの写真ですと。週末にね、きっとね、チャンミュー TV 調査班はみんなで行ってたんじゃないのかなと思いますけれども、21日のチューリップ祭りではなんとオスペンギンさんが司会となっているようなので、こちらも大注目ですねと。城之内早苗さんも私はだいぶ気になります。皆さんもぜひ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 お足をねお運びくださいというね、一つ目じゃないや、全然一つ目じゃないですね、三つ目の牛乳をご紹介いたしました。それでは続いて四つ目の牛乳に参りましょう。四つ目の牛乳だーん。はーい、続いての記事いきましょう。よいしょ。続いての記事は4番、4月13日茨城新聞さんからの記事のご紹介です。科学技術週間ということで、お隣つくばのニュースでございます。早速記事見ていきましょうね。15日から21日科学技術週間ということで、つくばの41機関が施設公開、実験や成果発表も多彩だということで、だいぶ気になりますね。ニュース見てみましょう。15日から21日までの第54回科学技術週間に合わせて、つくば市にある独立行政法人や企業、そして大学など計41の研究機関や施設が一般公開されるということでございます。普段見ることができない研究スペースを市民に開放して、昨年はね、期間中になんと6万4000人が訪れたということでございます。すごーい。そして、巨大な実験施設を見学したり、研究者の話を直接聞いたりと、楽しい科学技術に触れる絶好の機会だということでございます。今年のキャッチフレーズ、なんだと思いますか皆さん。なんでだろう。そして思えばほら、スタートラインというですね、そんなちょっとなんかかっこいいんだかなんだかっていう名前ですけどもね。はい。まあ、公開の日時については各施設で異なっていて、一部は事前予約が必要になるらしいです。なのでね、ちょっと注意してくださいね。総合ガイドブックは文化科学省の科学技術週間専用ホームページでダウンロードできるということです。子供たちに人気のね、宇宙航空研究開発機構 JAXA 宇宙センターね、筑波宇宙センターの特別公演は、公開は20日20日です。大西宇宙飛行士と来場者の対話型の講演会や、ペットボトルを使った水上ロケットの打ち上げ体験など実施するほか、人工衛星や、そして宇宙ロボットの開発現場も見学できるということでございます。農業食品産業技術総合研究機構と、食と農業の科学館っていうのもあるそうなんですけども、これ19日、20日の両日。そして農業の研究成果も発表するということです。新品種のサツマイモや植物工業で、工場で採れたキュウリなども試食してもらって、最先端の農業技術の一端に触れてもらうと。興味深いですね、試食と聞いたら。そして、国土技術政策総合研究所では、19日にバスを使った試験走路での高速走行体験などの催しをやる予定だと。自然災害の研究を務める防災科学技術研究所は21日、世界最大の人工降雨施設を公開。そして、1時間の雨量200ミリという日本では、記録にない集中豪雨の体験なども通じ、災害に備えるきっかけにしてもらいたいというふうにね、考えているそうでございます。ちなみに各施設を結ぶ無料の循環バスの運行は17日から21日まで。循環バスや見学の問い合わせについては、文科省の研究交流センターまでと、029-851-1331、029-851-1331まで、ぜひぜひお問い合わせしてみてください。ということで、続きまして、文科省って最初のところも文科省ってちゃんと言ったか心配だな。文部科学省ですね。はい。そして、続いてのコメント見ていきましょうね。こちらもコメントないですね。
今日はコメントがあまりありませんということですけれどもね、しょうがないですね。私もバタバタしていたけれども。まあ、こうやっていろんなね、こう、施設が開放されているということなので、皆さんもぜひね、行ってみてください。これ非常にね、勉強になったりとかするし、面白いと思いますよ。おすすめでございます。私もどこかね、こう、行きたいと思ってんですよね。筑波ならではだと思いますので、皆さんもね、ぜひ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 足をお運びください。というですね。そんなこんなで以上4つ目の牛乳をご紹介しました。続いて気になる明日のお天気、牛久のお天気、牛天でございます。はい。はい。ほや、あくび出ちゃった。それでは明日ね、明日は4月の16日火曜日の気になる明日の牛久のお天気は、明け方までは曇り、その後は晴れてまた夜に曇る予報でございます。ちなみに最低気温は8度、最高気温は20度まで上がるということでございます。気温の変化ね、風邪ひきやすくなりますので皆さんね、ご注意ください。ちなみに、ね、さっきコメントくださってたキングは、こう、風邪ひいてたみたいですからね、体調不良だったみたいですからね、皆さんも気温の変化がちょっとね、バタ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 してるそんな時期ですから、体調管理だけはしっかりしましょうね。はい、ということで以上牛乳でございました。はい、はーい、そんなこんなで牛乳が終わりましたけれどもね、はい、ちゃんみよとちゃんみよたち、ちびちゃんみよとちびちゃんみよとこうね、3人でお送りしているちゃんみよ TV ですけれども、一旦 CM です。どうぞ。これ放送事故になっていたんじゃないのかしら。大丈夫でしたかね。なんだか CM が流れませんね。どうしてかしら。ちょっと原因を探します。ちゃんみよ TV の CM が入ってる場所が違ったのかな。ちゃんみよオープニングで調べてみましょう。オープニング。ふわ。これかな ?VTR、どうぞ。放送事故になってましたよってコメントありがとうございます。私も今ね、こう VTR がちゃんとにあれしてなくてびっくりしました。ブラック画面でしたね。失礼しました。そしてダーナさん、終わったのかと思った。私もまさかこんな音が流れてないとは知りませんでした。失
失礼しました、ごめんなさい、ごめんなさい、ということでですね、今日はちょっとバタ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 してしまって、ちょっとですね、準備不足だったため、今日は牛乳だけのショートバージョンでどちらにしよう終わってしまうというですね、そんな今日の回になってしまったわけですけれども、何か面白い見せられるものがあったらよかったんですけれどもね。まあでも、あ、キングちょっと見てくださいよ、ほら、カッパの捕獲許可証なんていうものが、こうね、岩手の遠野にあるので、私はそれを定期入れ代わりにして使って、違う、定期入れに定期代わりにして使っているんですよ。なので、キングもこれを持った方がいいのではないでしょうかね。はい。ぜひぜひ、車社会のこのね、茨城県民にとっては、定期入れは多分使わないぞと思うので、よかったら、カッパの捕獲許可証を共に持ってカッパハンターしましょう。よろしくお願いします。はい。というわけで、ちょっと今日遅くなってしまいましたけれどもね。こんな感じで、もう今日は、店じまいをしようかな。なかなかね、今日はネタがございませぬ。ございませぬけれども、何かありますか？なかなかないとね。なかなかないので、ね、今日は、これぐらいにして、また別途、あれしたいと思います。あ、アナログおやじさん、おかえりなさーい、やってたーっていうですね、今日はちょっとちゃんみを外せないお仕事が入っておりまして、ちょっとこんな今日ちょっとちゃんとした格好してんですよ、珍しく。はい、こんなちゃんとした格好しながらのお仕事ルックでのちゃんみを TV はあんまりちょっとねあれなんですけれども、まあというわけでアナログおやじさんにお帰りなさいも言ったことですし、今日は店じまいかしら。はい、まあね、月曜日、今日週の始まりの月曜日もこうね、ウキウキハッピーでしたからね、今週もウキウキハッピーに皆さん参りましょうじゃないですか。イエーイ。きっとね、またこのちゃんみおちゃんがね、もう一匹ぐらい増えてるんですよ。あ、そして回線状態。かよさん、回線状況落ち気味かな？いや、多分さっき放送事故だっただけです。そして、ナーナさん、まだ今年の分はキングに渡してません。ナーナさん、早めに渡してあげてください。それじゃないと私たちはカッパハンティングできませんからね。はい、よろしくお願いします。それでは、今日は、でもなんやかんやで39分間放送していたんだ。びっくりでございますね。はい。まあそんなこんなでですね、ちょっと何かご紹介するものがあるかな。あ、かよさんにまだ手袋返していないです。ごめんなさい。そして、あとはですね、なんか面白そうなものがあったらよかったんですけれども、ちょっと今日は今見つからないので、そんなこんなで今日は店じまいでいいですか？店じまいでいいですかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ店じまいにして、また明日から元気いっぱい頑張りますのでね。あ、一つだけお知らせがございます。今週末は4月の21日ですね。4月の21日、日曜日にゴジャッペプロレスが牛久のね、運動公園で開催されます。皆さんもね、ぜひ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 、牛久の運動公園来てください。ちなみに小中学生はね、無料だということです。ぜひ、皆さんでプロレスを見て盛り上がろうではありませんか。と、私、ちゃんみょも何かしらの形で、行くとか行かないとか、取材に行くとか行かないとか、ということなのでね、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。今日はね、いやー、皆さん、コメント、ありがとうございました。この時間の方が見てくれる人多いんじゃないかしら。って、
ちょっと思ったりして。そんなことないかな。どうだろう。ちょっと心配ではございますけれども。まあ、まあそんなこともあるでしょう。では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 ね。ダラダラ続けてしまうとまたそれもダラダラしちゃうかもしれないので。今日も皆さん、放送見てくださってありがとうございました。また明日もですね、見てくださいね。よろしくお願いします。じゃあ月曜日からね、皆さん張り切っていきましょうね。では、また明日も見てくださいね。バイバーイ。